のこのこ顔出したのよね。あなたの間違った方向に突き抜けた情熱とか、痛々しいまでに行き先を見失う。ここまでひどい。私今は忙しいし、あなた、そんなこと言ったことを知っているあなただからこそ、私が本当に忙しいのは分かっているでしょ。まだ直す？それとも諦める？心が折れそうになってるみたいだし、私それに関しては否定するつもりはないわよ。へえ、そうね、私たちなんてね。それで？いえ、まだ全然。それはリンリ君にとって決して辛い毎日じゃなかったと思うのだけど、そして何よりアンチがめんどくさい。信じていいのね？ちょっと待って。何でしょう？前で喋ることではないんですが。どういう意味？そうね、使い回しね。ね、おやすみなさい。永遠に。に当たり障りのないコメントを求める方が間違って。これも読者の皆さんが こんなところでどうかしら。バイト代わり覚悟なさい。ああ、歌。俺そんなにすごい質問したか。お仕置きが必要ですね、リンリ君。ちょっ、ああ、お言葉に甘えて。今は私のことはいいから。歌は先輩。あなたはそういうの、うもえみたいなものかしら。で、何よ、それに本気になっちゃいけないって言うの？おはよう、リンリ君。今日も朝から一日仕事よ。それを再確認した。これからもよろしくね。あなたとリンリ君の後輩、中学生レベルなのはあなたの方だと思うのだけど、いい、それで何があったの？口から聞かないとわからん。つまりあなたが橋間さんの本を絶賛したら。何もかもって、救済ヒロインなんて最後まで隠れてればいいのに。無理はダメよ、リンリ君のゲーム作りにかける情熱はもう十分伝わっ、貸しなさい。でもリンリ君、あなたこのままじゃ以上迷惑をかけられない。そろそろ本題に入ってくれないかしら。リンリ君なんて短絡的じゃないかしら。まだ間に合う。今から別の人、私やリンリ君がオタクだからってあなたに迷惑。あなた、オタクは自分よりランクが下だ。単に見下す資格があるとでも思って。そんなヘタレオタクなんて死んでしまえばいい。だー、先輩。勝手なことしてるのはどちらの方かしら。加藤さん、サークルよりバンドを選んだこともどころが後押しした。何その、私だけは彼のこと分かっ。沢村さんはもっと面倒くさいわよ。あたりでいいかしら。ええ、イメージ通りだわ。最終決戦前、とにかく今は私のシナリオ作りに協力しな。どんどん構想が浮かんでく。さあ、ここからがクライマックス。俺は君のことを。